寂しいクリスマスを過ごす皆さん、こんばんは。久々のアップデートです。今日はそんな皆さんのためにですね、一人寂しくクリスマスを楽しめる Apple II の85年のソフト、ジングルディスク、こういうやつですね。絵が出るだけなんですけども、85年はこれぐらいで画期的だったっていう、おじいちゃんおばあちゃんは電子計算機が絵を出すんですかみたいなね、まあ、85年といえばパソコン通信を ASCII が始めた頃、光栄からはオランダ妻は電球なぎの夢を見るかとかですね、あのエニックスからですね、マイロリータとかですね、危ないゲームが出た頃ですね。他にもですね、ファミコンではナムコディグダグとかですね、ドルアーガの塔とか、ペンギンくんオーズ、これアスキーですね、とか、いろいろ出た頃で、世間一般では科学万博があったりして、もう科学に夢を見ていた頃ですね、素晴らしかったです。今は夢ありませんけどね、インターネットでもいい加減な記事がたくさん出るわけですから、まあ、こういう昔のこうソフトを見ながら、みんなで寂しいクリスマスを過ごしましょう。じゃあちょっと見てみましょうね。それでこれがフロッピーディスクですね。こういう風な赤いちょっと可愛いディスクになってます。でこれ両面ディスクになってて、A 面の方がコモドール用のディスクで、B 面の方が Apple II のブート用になってます。なんでまあ何も書いてないですけど、これ B 面の方を上にして電源入れます。そうすると電源ってピッつって読み込みます。これやるとすぐに簡単なプログラムですぐ出ます。1がミュージカルホリデーストーリー、2がホリデーカード。で、1番の方が電子紙芝居のようなもんですね。で、2番目のホリデーカードっていうのは、これは、クリスマスカードを作りましょうセットみたいな感じになって、まあ、ここにちょっと出てるんですけど、ちょっと見にくいけど、こういう、これですね。こういう具合のクリスマスカードがプリンターから出力できるという、なかなか画期的なものですね。じゃあちょっと2番を見てみましょう。で、こうやるとですね、プリンターを何使うかっていうのが出ますんで、まあこれ今プリンター繋がってないんで何やってもダメなんですけども、例えば1。で、プリンターのそのインターフェースは何番のスロットに入ってるかを指定するんですけど、まあこれも入ってないんで適当に3とか。そうすると、まあ2 from が出ますね。例えば2、岡田、なーなーとか、まあ趣味の世界です。from、アンジとかなんか入れてですね。で、こうやると、フロッピーディスク読みに行って、と、まあ、こういうふうにカードが出るんですけども、まあ、これはプリントアウトして相手に送るというかですね。まあ、こういう単純なものなんですけど。じゃあもう一個、ストーリーの方を見てみましょう。1番ですね。もうこれはただ見るだけなんで、おしゃべりなしにして、それでは。
というわけでお芝居でした。ではでは。